こんにちはいるのりです今回はですね、ちょっとシビックファンにはね、残念なニュースなんですけども、僕のシビック売っちゃったんですよね。うんまあ僕はね、ちょっとマイカーライフとか、この動画では包み隠さず、うん、正直に申し上げたいと思うんで、まあ、今回はその売却した理由、売却額とか総評、これらについてですね、話していきたいと思います。それじゃあ行きましょう。僕のシビックはですね、2021年モデルの EX ですね、CVT モデル。 プラチナホワイトパールになります。納車まではね、2ヶ月、割と早くやってきました。乗り出し価格はね、値引き頑張ってもらったんでね、359万で済みました。つけたオプションはこんな感じですね。もう、ほとんどね、オプションはね、もう最初から EX グレードになると色々付いてるんで、もうマットぐらいですね。後から、うん、フロントロアスカートとか、テールゲートスポイ、圧とか付けました。はい。 なんで売っっちゃったのかこれすごくねシビック気に入ってて売るかどうかも非常に迷ったんですけどもまあ売っちゃったわけですけどもこれはですねまずね今年ですねまあロードスター ZRV 新型 NBOX とですね立て続けに納車が続いたんですよね。まあちょっと調子に乗ってですね、まあ、ZRV ロードスターと契約しまして。 さすがにですね、四台所有厳しいんですよね。僕全部自腹で出してるんで、家族の家計痛めてないんで、まあ、ローン代維持費、保険料、これらがね、結構もう、四台だと厳しいと <laughs> いうことですね。まあ、ちょっとね、まあ、車系のね、YouTube やってるんで、まあ、車はね、いろいろ乗ったりしたいんですけども、ちょっと四台は厳しいんで、今の僕のね <laughs>、 <laughs> 収益では <laughs> だからまあちょっと一番長く乗ってるシビックを売っちゃおうってことになったわけですねで約2年でですね、まあ、結構走ったんですよねもうかなり気に入って走って3万4,000キロも走ったんですようんそれもありますしうん、まあ、3年の残価設定組んじゃってたんでねこのシビックは。 これ過ぎちゃうとですね3、すごい倍以上の論題がかかっちゃうんですよね。うん、この3年が一番ね、あの月当たりの <laughs> 支払い額が安く済んだんですよ、僕の頭金プランだと。これをにしちゃってたっていう。こんなに気に入ると思わなかったんでね、うん、僕、ゆる乗りって言って、まったり乗るんでね、シビックはちょっとお試しっていう意味もあって買ったっていうのもあってですね、もう3年で組んじゃったんで、うん、こんなにもっと乗りたいっていう。うん 思うんだったらもっと長くしとけばよかったなと思ったんですけどもあとまあ車検も来ますよね3年過ぎるとそこでお金もかかるしタイヤもねすり減ってきてたんですよねもう3万4000キロ走っててでこのシビックの履いてる18インチの扁平率40%のタイヤってねまともに変えるともう20万以上しちゃうんじゃないかと思うんですよねもっといいタイヤとかだったらもっとすごい額になると思うんですけどもそれもねバカにならないっていうこともあって あと、まあ、兄弟車のね、ZRV が納車されたんで、そことのすみ分け、使い分けがちょっと微妙になってきてたっていうのもありますね。はい。今回の車売却方法はですね、楽天オークションを考えてました。前回モーターを使ったんですけども、今回はもう一方のですね、評判のいい楽天オークションをやってみようかなと思ったんですけども、まあ、あの、モーターオークションっていうのをやったんですけども、結構ね、面倒だったんですよね。 うん、金額的にはまあまあ良かったんですけども、うん、日数とねちょっと手間があるなっていうのを分かってまして、まあ、できるならですね簡便な車買取店で済ませたたいいなっていうのがありましたましずはだから近くのですね大手買い取り店に行ってそこでいい値段がつけばもうそこで売っちゃおうかなっていうそういう感じにしたんですねまあいい額っていうのはですね250万 うん、なぜこれにしたかというとディーラー査定はで210万だったんでまあ切りのいい、うん、250万近くのね大手買い取り店でですね出ればもうそこで売ろうというふうに決めましたで向かった車買い取り店ここはですねまあ大変話題のお店です大変話題のお店 <laughs> まあこれなぜここに行ったかというとですねもう自宅から一番近い、うん 大手買い取り店では一番ここが近いし以前にね買い取ってもらった時の印象はねすごく良かったんですよ額も良かったしここで中古車を買ったりとかね修理したとかそういうことは全然ないんでまあ買い取り店としては僕はねそんなに悪い印象はなかったで逆にね狙い目だっていう情報もね耳にしたんですようん狙い目ってのはその逆にね今マイナスの情報がいっぱい出てるんで頑張ってね買い取り額が。 いい値段つけてくれるっていうそういう話も聞いたんで、まあ、まず行ってみようということになったわけですでまあ行った日はですね日曜日のお昼ぐらいだったんですけどももう一っ子一人いなかったですもうもともと清潔なお店ですけどもねこの日はもうめちゃくちゃ静か僕しかいなかったですで店員さんはねすごく良かったですねあの電話の対応も良かったし実際にあの対面してもすごく紳士的で好印象でした で、売却希望額をね、僕は250万って言うとですね、ちょっともう無理みたいなことを最初おっしゃられましたね。もうかなり厳しいと。ただ僕もね、まあこれに近い額出なかったら、まあオークションとかね、他のやり方で売るっていうふうに言ったらですね、まあ奥に出たり引っ込んだりして <laughs>、まあよくあると思うんですけども、本部と相談するということを言われてですね、 最終的な金額を売ったんですけどもまあ結局ここで売ったんですよ、うん、まあそこそこの値段が出たんで、まあ、その額がですね万ですずばり、うん、当初ねもう245万がもう本当にギリギリだって言われたんですよねなんとかこの245万で <laughs> 売っていただけないでしょうかって向,向こうもねぜひ買い取りたいっていう思いが強くて、うん、この額で売ってきたんですけども僕はまあなんとかね ちょっといつもは粘んないんですけども、もう245万でも売ってたかもしれないんですけども、この日はね、愛するシビックということもあってですね、ちょっとでも上げようと思ってですね、今日はその場で置いていくっていうふうに言ったらですね、3万アップしてくれたんですね、もう自腹切るみたいな感じで向こうへ言ったんですけども、3万アップしてくださって、248万、これの価格だったらまあかなりいいなと思ってですね、その場で交渉成立して、 もうその日置いてきてあ、歩いて帰ってきました、もう、うん、まあそれぐらい近いお店だったんで、はいまあ、この金額があの実際にですね、あの買って書くとどうあのリセールバリューがあるかっていうことなんですけども、本体比率で見るとですね、358万なんで 69.、69.2%ですね、大体約70%ぐらいついたと。 で全部のですね、あとから付けたオプションも含めた金額で比率出すと66.2%です。まあ2年近くでですね、3万4000キロも走っちゃったんで、まあこのぐらいの額出てくれればもう御の字かなっていう感じです。金額的には非常に満足してます。はい、今の心境ですけども、まあ残債額をね、まあ、そこそこ超えたんで、 まあ、そこそこのお金が戻ってきてそこがうれしかったなっていうのもありますね。あとまあこれはね本当に名残惜しかったです。今まででですね所有したい車の中で一番あの残念に思った車ですね本当。これは正直そうです。本当にね確かに爽快で気持ちのいい車なんですよ本当。思ってた以上に僕なんかあんまスピード出して峠を攻めるとかねうんそういうタイプの人間じゃなくてもうゆっくりまったり。 楽に楽しみたいっていう感じのドライバーなんでそういうものでもねものすごく気持ちがいいし、うん、スポーツカーっていうかなスポーティーカーの魅力を存分に味わわせてくれた本当。だからねシビックににまたた乗りいいいっていう自分がね本当にいるんですよ、ねうん、あの,他の車に乗っててもねシビックだったらもっと気持ちも良くて楽しいだろうなとかね 楽でスポーティーな感覚が味わえるんじゃないかなとかねそういうことをね常に思っちゃいますねこの車とはねほんといろいろ行きましたね最初ね NBOX から乗り乗り換えだったんですよ僕 NBOX で YouTube 始めて次はもう全く違う車に乗り乗ろうと思ってこのシビックを選んだんですよねホンダはやっぱり好きだったんでホンダ車の中からシビックにしたんですけども まあ最初はちょっと戸惑いましたよね NBOX から <laughs> 変わったんでうんただねほんとこれね背が低い車の魅力をね本当に教えてくれましたほんと今の人たちってどっちかっていうと背が高いっていうかな視点が高くて運転がしやすいとかそういう車で選ぶ人多いと思うんですよねだからミニバンとか SU SUV とか売れると思うんですけどもこの背が低いっていうのは本当にねあの運転して楽しいんだなっていう まあ高い運動性能があるからだと思うんですけどもそれをね教えてくれました本当にうんでまあこのセダンタイプの車なんですけどもこの車っていうのはやっぱりすごく運動性能とですね利便性とかすごく高次元で調和してるなっていうそういう感じですねまあセダンタイプの車ってやっぱりバランスいいんだなってすごく思いましたねだからこの車をファミリーカーとしても全然使えるんですよそこが魅力ですね本当ちょっとした 送り迎えとかですね、買い物とかでもですね、もうドライバーである僕がね、楽しめるんですよね。で、家族もそんなに不満出ないから、そこがすごく良かったなっていうのあります。最近のおっしゃられたロードスターじゃね、それできないんですよね。送り迎えはまあ1人ぐらいだったらいいんですけども、家族でお出かけとかね、まあ、ちょっと神さんの買い物とかにはね、ロードスターじゃちょっとできないですからね。 だから、本当に一人で楽しむしかないんですけど、このシビックはね、家族で行っても楽しめるっていう、そこが魅力だなと思いました。はい。ちょっとね、残念ながらシビック売っちゃったんですけども、僕とシビックとのね、物語はもう終わらないですね。もう続いてるんですよ。なぜかっていうと、このシビックのね、遺伝子を濃厚に受け継いでる ZRV がね、先日納車されまして、それがまためちゃくちゃいいんですよね。<laughs> 本当に。シビック譲りの走りがあるし。 高い利便性があるっていうことで,ですすすねこの z r v すごく気に入ってますただねそれでもねやっぱりシブックにまた乗りたいっていう気持ちがある ZRV がやってきても、うん、やっぱり ZRV ではねシビックのねあのね気持ちのいい運転感覚はね、うん、味わえないっていう言い方変かもしれないけど、うん、劣る、うん、やっぱりシビックの方がねあの運転しててやっぱり楽しいし気持ちいいし。うん 爽快なんですよね本当だからできればね贅沢な話だけど ZRV とシビック両方所有したい本当にその思いがすごくあるだから現行モデルでもねマイチェンしたらねとか大きな年次改良とかあったらねほんと申し込んじゃうかもしれないですねほんとまあ今度はねちょっとガソリンじゃなくて EHV そっちにしようかなってこれすごい良かったですからね試乗しても まあ値段が高いのはちょっと <laughs> 大変ですけどね。まあできたらね、今後所有していきたいなって思ってます。はい。これで終わりになりますね。ご清聴最後までありがとうございました。まあ分かるわ、役に立ったわと思った方はですね、グッドボタンだけでも押してもらえると励みになりますんで、よろしくお願いします。それでは失礼いたします。さよなら。